はいどうも、チャンネルカワランド川本文明です。今日はですね、こちらバンダイさんから発売されてる GP シャドウアウトルパン三世をやってまいりました。それでは行きましょう。チャンネルカワランド。さあ、というわけで今日はですね、バンダイさんから発売されてる GP シャドウアウトルパン三世をやってまいりました。これ何ですかね、ガシャポンシャドウアートなんですかね。まあ一応 GP って書いてあるんで GP とね、ちょっと呼ばせていただきます。ルパン三世、いや、スポットライトの感じじゃないですか。スポットライトこう当たるで、オープニングで感じのシャドウアートでございます。すっごい楽しみ。もうルパン大好きですからね。まあ大体ルパン嫌いな人はこの世の中に多分いないと思うんですけども、なんでね、皆さんも絶対楽しみにしてると思いますんで、早速全5種類ラインナップいきたいと思います。それでは行きましょう。まずはこちら、ルパン三世。もうそうですよね。そりゃルパン三世来ますよ。ルパン三世主人公ですから、もう盗賊、盗めないものなど何もない。いや楽しみ。さあ続きましてこちら、次元大介。もうルパンの相棒でございます。いや、これはもう銃の名手ですからね。さあ続きましてこちら、石川五右衛門。いや来た、斬鉄剣。斬鉄剣でございます。切れないものは何もない。果たしてそうなんでしょうか。いやーかっこいいんだよな、五右衛門はな。もう最初敵で登場してますからね。でね、こう途中でね、味方になるというね。そっからはもうルパンファミリーとしてもういなくてはならない存在になったわけですけどもね。はい、そんな石川五右衛門のシャドウアート。さあ続きましてこちら、峰不二子。いやこれは欲しい。世界中の全ての人間がセクシーだと思ってますし、世界中の全ての人間が騙されたい。そんな峰不二子のシャドウアートでございます。さあ続きましてこちら、銭形のとっつぁん。銭形警部でございます。これはもうね、この人の存在はね、実際なくてはならないです。ルパン三世ではもういなければいけない、なくてはならない、哀愁。もう切な砂漠なんでございます。最高です、哀愁は。はい、もうだって刑事のトレンチコートのイメージってもう本当に僕なんかこっから来てますからね。はい、そんな銭形警部のシャドウアートでございます。以上の全5種類をですね、今回は3回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう。まずは1本目、バカリ。このシルエットの感じはまたかっこいい。そしてこちらがルパン三世、次元大介。うわいい、アニメだよもう。石川五右衛門、峰不二子、そして銭形警部。いやいい、これはそしてここ次元大介。いやもうこれだけでもアニメのすごい。これ大きさも結構ありますよ。ほら10センチぐらいあるんじゃないかな。うわめちゃくちゃいい。これだけでめちゃくちゃ良くないですか。うわ次元だ。この足の感じ、この足首細い感じがまたほら、いやよくできてる。これいいな、すげえ。こちら裏見せていきましょう。これね、裏がこのクリアなんですね。クリアのパーツ、全部クリアのパーツにここにシールを貼るんですね。これシール貼る時の緊張感がすごいんですよ。もうちょっとここ切れちゃったからね。でマジック塗ってますから僕ね、すごいっしょ、これ。で、この土台がちゃんとついてまして、これで立つと、このように立つと。いや、これ飾るのめちゃくちゃかっこいいな。そして、これのもちろんシャドウアートですから、ここを見てください。ここに電池入ってますね。はい。ここに、そして、ここにほら、電気をここで止めてるわけですね。はい、ここを取ります。パシッ。でここにスイッチがあるんだな。それでここに LED がこれついてるんですね。これちょっとスイッチここから裏から逆につけてみましょう。まだわかんない。パッつくのかな。あ、ついた。結構すごくないですかこの LED。でこれを逆にするとここに壁に当てると、このシャドウが浮き上がるというわけですね。これがシャドウアウト。早速暗くしてシャドウアウト楽しみたいと思います。感じ。いや、すごいかっこいいね、これですよ。はい。すごいな、このシャドウアート。よく考えつくな。すごい。そしてね、このカメラの赤い、ランプがほら、なんか次元大好きを狙ってるみたいになって、また効果的になっちゃった、ほら。うわ、もうなんかアニメみたい。うわ、すごい。シャドウアートめちゃくちゃかっこいいです。次元大介。これが次元大介のシャドウアート。いやー、かっこよかった、シャドウアート。これはすごいっすね。めちゃくちゃいいなぁ。次元大介は、帽子がないと弾が当たんないんですよ。帽子で、照準、ね、狙いをつけてるんですよ、銃の。そういう話があるんですよね。はい。で、早打ちがなんと本気を出すと 0.3 秒という。これすごくないですか ?0.3 秒ですよ、早打ち。銃の名手でございます。ルパンより銃はすごいと言われております。はい。でね、これね、一応次元のね、名言も調べておきました。銃ってのはな、撃った数じゃねえんだよ。かっこいい。あとね、組織や国に忠誠誓ってなんなる。人生楽しめよ。いやー、これは次元、名言がすごいよね、ルパンってね。いや、これ、次元の名言。そして最後に一つね、次元の帽子はですね、アザラシのお腹の皮だそうです。続きまして、2本目ばかり。2本目は、銭形警部。うわ、よくできてるな。めちゃくちゃいい。もう躍動感がすごいんですよ、このシルエットが。めちゃくちゃよくできてる。もう頭だからルパンのね、てってれてーてってれてみたいな音楽流れてます、ずっと。いや、追いかけてる。ルパーンですよ、ルパーン。いや、めちゃくちゃいい。早速ね、シャドウアートの方ちょっと見てみましょう。さあ、わ、めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいいくないですか、ほら。わ、すごい。これすごいな。彫刻の森にちょっといただきたいな。これ彫刻の森に全員のシルエット出るようにしてほしいな。夜になるとこの光がついてね。めちゃくちゃいい。いやー、ルパーンですよ、ほら。というわけで、これが銭形のとっつぁんでございます。こちら消していきましょう。いや、すごいいいね。めちゃくちゃかっこいい。今回3回しかやってこなかったんでね、ちょっと後悔してますけどね。まあ、フルコンプになるとは限らないんであれですけども。まあ、いい。こうやって次元と組み合わせたらめちゃくちゃ良くないですか、ほら。めちゃくちゃ躍動的。よくできてるわ。ルパンのライバルですよ、もう。とっつぁんがね、もうルパンを捕まえると、ルパン1000人の捜査官に任命されて、インターポールに出向したんですよ。ねえ、すごいでしょ、この銭形のとっつぁん。この銭形のとっつぁんはね、あれらしいですよ。ラーメンが好物で、音楽は演歌しか聴かないんですって。好きな映画がダーティーハリーだって。なんでだよって。ダーティーハリー好きなんですね、これ。とっつぁん。ねえ、これすごいでしょ、とっつぁんはダーティーハリーが好きだそうです。ねえ、はい。そして名言がもちろんあれですよ。奴はとんでもないものを盗んできました。あなたの心です。はい、もうカリオストロにしろね。もう最後の最後にとっつぁんが名言を吐くわけですよ。すんごいよ。かっこいいな。さあ、ラスト、3本目。よか。何かわかんない前に、こんな風にね、クリアで入ってます。クリアでこうやって入ってますね。シール、こういう風にシールになってる、これをですね、クリアのパーツに、ボディにつけていくと。ね。ここのアナログの作業がまたいいですよね。はい。さあ、3本目は、ルパン三世！やったー！やっぱり主人公、出なかったらどうしようかと思ったよ。もう五右衛門も藤子ちゃんもめちゃくちゃ欲しいよ。だけどルパン出なかったらどうしようかと思った。見てこの躍動感あふれるスポットライト演出だよこれ。もうオープニングでスポットライト浴びてる時のルパンだよこれ。もうすごい走ってる。うわこれシール貼るのも持ち前の足首と手首細いからルパン破けそうになってもう必死だよ。こことかこの手首とかこの手首足首がほら細いから。でこれコツとしてはこれパーツつける前に貼るとね丁寧に貼れます。でこれパーツつけるには重なるところがあるんですよシールだから。ここだけちょっと気をつけながらうまくね貼っていくと組み立ててから貼るの結構難しいかなと思いました。はい、めちゃくちゃかっこいい。やったルパン。うーわかっこいい。ルパン三世のシャドウアートもうアニメだ。なんかアニメ見てるみたい。ほらすごい。てってれててってれてって。いやめちゃくちゃいいルパンのシャドウアート。めちゃくちゃ綺麗。うわよくできてる。よく考えるな。これはいいルパン三世。めちゃくちゃ良くないですかこれ。やばい。全員ね、今回3人ですね。いつのルパンだろうな。まあ僕の世代はもう赤いジャケットの第2シリーズ、ね、のルパンですから、もうルパンが好きだったな。で第1シリーズはもうちょっとの大人向けすぎて一瞬あれだったんです。どうかなみたいになったんですけど。再放送いっぱいしたんですって。そしたらどんどん評判が上がっていって、2が制作されて、2が大ヒット。大ブレイクです、ルパン。緑の1ね。第1のシーズンの緑っていうのがまたかっこよくて、ルパンのジャケットの色が。で、赤もすげえ良くて、もう、全然違う色なんですけどね。で、まあずっと赤を見てたんで、赤のルパンの僕はね、あれですけど、ほんで第3パート3があるピンクなんですよね。ピンクはちょっとな、この頭の形ピンクじゃないと思うんだよな。なんかちょっと頭ふわってなってるんですよね、3はね。で4は何 ?4 ってなんだろう。あ、4と5が青なんですって。青もいいですね。青はあんま見たことないですね僕ね。で6がまた緑ということで、緑に戻るってまたいいな。で、カリオストロの城ね、もう、宮崎駿監督ですよ。カリオストロの城のね、ルパンがね、緑でしたっけね。そういう感じになっております。あ、ちなみにね、ルパン三世って IQ300 あるそうです。300! すげえな。で、あ、ちなみにジャケット白黒もあるそうですよ。なんかで来たらしいですよ。なんかです。で、ルパンの名言じゃ見ていきましょうね。めちゃくちゃかっこいいですよ。世界中の銀行は俺様の貯金箱。これはすごい名言でしょ。でね、怖いのは死ぬことじゃなくて退屈なこと。うわ男ってのはよ、女に騙されるために生きてんだよ。かっこいい。自分で決めなきゃ明日は開かねえんだぜ。お嬢さんみたいなね。これカリオストロの人じゃないですか。で、最後、これ言われたい。これすごい。藤子死ぬなよ。何度裏切ってもいいから生きてくれ。かっこいい。藤子ちゃんが毎回裏切るんですよ。でもね、今の名言すごい。何度裏切ってもいいから生きてくれって。よっぽどルパンは藤子好きなんですよ、やっぱり。やっぱり好きなんですよね。さあ、というわけで今回はこのシャドウアートめちゃ、なんかもうこれアートになっちゃってもうこの持ち方で。かっこいいよ、ほら、めちゃくちゃいい。はい、ということでね。いや、ほんとぜひこれもこのまま立てて飾れますんで、めちゃくちゃ、このままでもめちゃくちゃいいです。光らしてもかっこいいし、このままでもめちゃくちゃいいんで、ぜひとも、皆様、ルパンファンならずやってみてください。めちゃくちゃいいんで。さあ、というわけでこの動画頑張ってるなと思っていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネル川原の川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。